家の夢の苦労ということでお話ししていきたいと思います。まず一つ目に、年中無休、もう農家さんというといつお休みを取ってるんだろうぐらいに思われる人も多いと思うんですけど、本当におじいちゃんおばあちゃんは毎日のように、働いていまして、リカさんと言って毎日こう何かしらの仕事があるということで、そうですね、なかなかそれも慣れるまでには結構時間がかかったりしまして、そうですね、何かしらこう作業をしているということがあります。でもこうそうですね、そんなに大変な作業ばかりではないんですけれども、基本的にお休みがないというところです。もう一点、二つ目、暑い寒いというところに、弱かったのでそれは結構答えました。まず、冬は結構着込めばなんとかなる時もあるんですけれども、夏はもうどれだけ脱いでも暑いので、冷たい水を飲んだりとかしながら、なんとかしのいで、そうですね、気候に結構左右されやすいというのでそこがちょっと大変なところかなと思います。3つ目、これは、地方に嫁いだこう、あるあるかなと思うんですけれども、方言ですね。やっぱりこのおじいちゃんおばあちゃんが特に話す方言が、これは何のことを言ってるんだろうというところがありまして、例えばですね、正座して食べなさいとかっていうふうに言うんですけども、正座というと私の中では座布団を引いて正座するというイメージしかなかったので、どういう意味なんだろうなっていうふうに最初は噛み合わなくて、結構何度も、旦那さんとかお母さんに聞きながら、話をしていました。以上が、農家の嫁に嫁いでみて苦労したところでした。ありがとうございました。3、2、1チャンネル登録よろしくお願いします。